12月の19日によく動画撮ってるよね。カルスト行った時もそうだったし、お久しぶりみたいな動画も19日でしたよね。あれ今日も19日は元ブログの日。まあそんなことはどうでもいいんですよね。あー冷える、寒い。顔はね、体は防寒できるんで結構あったかいっていうか、そんなに寒くないんですけど、顔が寒いですよね。オフメットかぶってるんで寒い、オフメットかぶってるんでね、寒いんですよね。すごい風がヒューヒュー入ってきて、で今かぶってるの翔平のあの VFX だし、なんか、今出てやるオフロード用のちゃんとしたやつなんですけど、あれノーズガードのここのところのエアインテークにガードがないんですよね。こう空気取り入れオンオフみたいな、普通大体どんなバイクでもあると思うんですけど、これないんですよね。あ、オフメットはなかったかな昔から。なんでガムテープ貼りました、内側に。だからね、結構ちょっと口元だいぶ暖かくなりましたね。まあこのゴーグルのところに当たってその下に上から入ってくるんですけどね。結局ラーメンショップ、ここ一応四国本店ですね。ここは、寒い。よいしょ、ういよいしょ、寒い。昨日ですね、ツイッターでバイクに乗ってる時ですね、音楽聴く発想がなかったみたいなツイートをしたらですね、割とみんなから反応がありましてですね、音楽聴く派と排気音がミュージック派だと、まあこの大バカに2つに分かれてたんですけど、思ったのはやっぱりみんな普通に聴いてるんですね音楽。中にはAmazon の本の朗読サービスを聞いてるっていう方もおられてですね、それはちょっとねいいなと思ったんですけど、あんまりですね俺音楽聴きながらバイクに乗る習慣っていうか、なんていうかそのセットにならないんですよね。バイク音楽聴くみたいな、車はねもうちゃんとオーディオつなげれるようにして聞いてたんですけど、ないと走りたくないぐらいのこう綺麗感じだったんですけど、バイクはねあんまりこうなんていうんですか、音楽聴くっていう感覚があんまりないんですよね。でも言われてみればね別におかしなことでもないし、ただちょっとあんまり大きい音量だとなんですかね、後続車とか周りの状況がつかみにくくなるんで危ないかなっていう気はするんですけど、でイヤホンは特に、下界の音をシャットダウンしちゃうんであれなんですが、俺がメインでバイク乗ってたもう10年前ぐらいまでってそんなインカムってなかったと思うんですよね。 Bluetooth のあったのかな、あったけど高かったのかな、今も高いけどな、高えよ。ちょうど大学の時に初代の iPod が出たんですね。その時はねまだ今みたいな SSD じゃなくてですね、ドライブ式のハードディスクの中にぶち込んであるっていうすごい、ポータブル再生機だったんですけどね、あんまりこう音楽を持ち歩くっていうのが身近じゃなかった。 MD とかね CD ウォークマンが全盛期ですからね、で iPod が出てデジタルミュージックっていうのがどんどん普及していく、創世期みたいな時期だったと思うんですけど、だから普通にね長距離走る時もねこうやってぼーっとしてましたし、まあねみんな
持ってるんだなと、まあ持ってる人が反応してきたからそういうことになったんでしょうけど、ビーコムもセナも高いですよね。でも一人で、ね、走ることが多いんで、あんまりこうつるんで走ることがないんで、実用性がどうなんかなと思ったんですけど、電話かかってくるときとかはいいなと。でもそんな電話かかってくるかってかかってこないですからね、家か嫁さんかぐらいですかね。だから俺もちょっとインカム欲しいなとは思うんですけどね、なかなかこう手が出にくいというか高いですからね。せっかくならいいの使いたいし、その前にメットだなっていう気もするんですけどね。ゴーグル付きのメットが欲しい、ゴーグルじゃねえや、バイザー付きのメットが欲しい。そっちがね3万ぐらいするんで、そっちかな先。あーでセナとビーコムどっちがいいんですかね。つながりやすさではセナがいいと聞きましたね。でもビーコムもなんか音質が良くてね、いい感じだというふうに聞きましたけどね。2つ買えば6万もしますからね。タンデムした時に後ろの人と話せるとかってすごいいいですよね。もう耳元で叫んでましたもんね、止まってとかトイレみたいなね。ツーリングとかでこう繋いだらすごい意思の疎通ができていいと思うんですけど、基本バイク乗ってる時ってだいたい叫んでるか独り言言ってるかやべえことしか言ってないんですよね。こうウィーとかね、キャーとかね、ウィーみたいなね。これめっなんかね、ヘルメット被ると個室なマジプライベートな空間が移動してるみたいな感じなんですよね、気分的にはね。これをね、この音声を皆様にお聞かせするっていうのはね、ちょっとどうなのかな。3万払って公害垂れ流すっていうね、いかんしたいかんしたってなんだよ、いかんせんどうなんでしょうね。あね、叫びたいじゃないですか、こう誰も聞いてないし、でそれが聞いてるわけですからね。困ったな、困ってはねえよね。あ、はじめまして、あ、ナイナイと言います。あ、よろしくお願いします。速そうですね、そのバイクとか、かっこいいですよねみたいな、そんなバイブスの人たちとじゃね、結構きついと思うんですけど、どうなんでしょうね。そんなにね、止まってる時は全然話せますけどね、走ってる時まではいるのかな、いるのか。まあだからそれ集まる人ですよね、本当。黙ってたらね、本当なんか無口な人なのかなと思うし、ウェー行きましょう、頑張っていきましょう、頑張ろう、イエーみたいな感じもどうかと思うし、声出していきましょうみたいなね。復活じゃないしね。まあでもね、そういうのって買ってから悩むもんであってさ、買う前からああこうなったらどうしようとか、ああこうなっちゃうどうしようとかっていうのあんまり良くないですよね。買ってから悩める。よし、左右確認。西条とか新居浜行くのはこの道いいですよ。信号もないですし、車もあんまり走ってないんで、まあ、特に一番いいのはね、信号がないんで渋滞もほとんどしないんで、抜け道としてはかなりおすすめですね。ただね、白バイがたまにいるんですよね、草むらに。で飛び出してくるんで、でそういうことでインカムどうなのだと。買ってよかった、買わなくてよかった。いろいろご意見、言いたいことがあればコメントしていただければ助かります。どうなんでしょうね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。長々とすいません、退場しついちゃいました。ではでは、皆さんは良いお年を。Thank you.